性犯罪者の再犯率はものすごく高いというイメージがあるけど、本当なのだ？高い、低いというのは定性的な言い方なので、比較基準を設けないと意味がありませんわ。法務省の公表している令和4年版再犯防止推進白書によると、性犯罪の2年以内の再入率は2020年出所者で 5.0% よ。法務省は出所者全体 15.1% と比べると低く、再犯率が高いとまでは言えないとしているわ。しかもこれは全ての犯罪を対象とした再入率よ。同種犯罪に限れば 1.5% になるわ。それじゃあ性犯罪の再犯率は低いのだ？先ほども言ったように、何と比較するかによるわ。 0% と比較すれば高いと言えるわね。 0% を基準にするべきというのは一つの見識だわ。他の犯罪の再犯率はどうなっているのだ？同じく令和4年版再犯防止推進白書によると、覚醒剤取締法違反が 15.5%、 傷害・暴行が 12.3%、 窃盗が 20.0% よ。覚醒剤よりも窃盗の方が高いのは意外なのだ。でもこの前国会中継を見ていたら、子供への性犯罪の再犯率は 85% だと言っている議員がいたのだ。この数字は正しいのだ？立憲民主党の吉田晴美衆議院議員で、吉田議員は2023年5月9日本会議で、法務総合研究所研究部報告55によると、子どもへの性犯罪の再犯率は 85% と非常に高いことが明らかになりました。一人の人が何人もの子どもへわいせつな行為を繰り返している実態がありますと発言しているわ。出典として挙げられている研究部報告55を見てみましょう。これは2016年に刊行された法務省の資料ね。これによると、小児わいせつ型の再犯率は5年以内で 16.1% よ。性犯罪に限ると 9.5% ね。小児強姦型だと 5.9% よ。不思議なのだ、 85% という数字はどこから出てきたのだ？これは想像だけど、同じ資料に性犯罪前科2回以上のもの、同型性犯罪前科の有無別構成比類型別というデータが載っているわ。これによると、小児わいせつ型のところが同型性犯罪前科あり 84.6% となっているの。これを根拠にしている可能性があるわ。でもこれは再犯率ではないのだ。そうよ、小児わいせつ型の犯罪を犯した人で、かつ前科が2回以上ある人が分母になっているわ。これが13人ね。そしてこの13人のうち、その前科の中に小児わいせつ型の犯罪が存在している人が11人いる。そういうデータよ。うん、よくわかったのだ。でも実は僕、国会以外でも報道でこの数字を見たことがある気がするのだ。 TBS ニュースディグの再犯率 84%、 性犯罪わいせつ教師から子供を守る寺田学さんという動画が公開されているわね。2021年7月30日の動画よ。キャスターは TBS の久保田智子さん、ゲストは立憲民主党の寺田学衆議院議員とTBS の西村忠記者よ。11分57秒あたりから久保田キャスターがデータをご紹介しますと断った上で、子供へのわいせつ行為は業界をまたいで再犯の可能性が高い、小児わいせつの再犯率は 84.6% ということなんですねと述べているわ。出典は平成27年版犯罪白書とあるのだ。この資料も法務省のホームページで公表されているわ。ただし性犯罪の箇所を見ると、先に解説した研究部報告55と同じデータが使われていたわ。つまり平成27年版犯罪白書において 84.6% の数字が指すものは小児わいせつの再犯率ではないわ。
よくわかったのだ。ということで、おしまいです。さよなら、さよならなのだ。